いい天気、ロビンソンに来てます。今ね、電気代を払ってきて食料品がゼロになってるんで、昼飯食べてから買い物。落ちてめる。稲猿が混んでたんでマックスに来ました。ところがね、ランチメニューしかなくって、魚がなかった。トランバゴンス。もうほとんど食べちゃったけど、なんとか丼、丼フィリピン風食べてます。209ペソ。マリアのね、携帯を買うことになりました。 iPad を取られそうになってね、 iPad を死守したら携帯を買えっていうことになって、まあ、マリアの携帯がなんかおかしくなって動画が撮れなくなってたんですね。 You can take a video by yourself on now、うん、まあ、3年以上も使ってるからしょうがないんだけど、なんとね、携帯を買うことになってしまいました。でも iPad は死守しました。How much? I don't know. Let's get some of you. Better for sure. Wow. マリアご機嫌です。何を買ったかというとね、 OPPO A16 7500 ペソ。だね、2万円ぐらい。わお。わお。ハッピーやん。メロンプリースナプキン。わお、リモ？いや。メロンフロムザファースト。プロテクター。It's not pink. Double protector. リモ。와사간이라고ここで笑ってしまったのが、マリアは最初は何にもその表面にフィルムを貼ってないと思ってたんですね。で、なんかガラスフィルムを注文したみたいなんだけれども、携帯の本体は僕が買ってあげたんだけれども、ガラスフィルムはね、僕が見てないところで注文したんですね。195ペソとかだったかな。で、もともと貼ってあったフィルムの上に貼ると思ってたみたいで、それをこの係員がね、剥がしてるのを見て、なんかちょっと複雑な気持ちみたいだったけど、190何ペソ払わなくてよかったかなと思いながら見ているマリアです。Sobrang malapit. フィリピン人っていうと、なんか作業にいい加減なっていうような、感想を持ってる人が多いと思うんだけれども、こういうことをやらせるとね、妙に器用な人が多いんですね。
なんかいろんなもの作ったりしても君本職っていう風なうまくやったりしてしまって、まあそんな様子をね真剣にマリアは見つめております。それでももともと携帯についていたフィルムが気になるようで、あれはどうするのって聞くんで、あれはもう使えないから捨てろよと言ったら、なんかちょっと納得できないような素振りでした。何買ったのかな、すげえな、いっぱい入ってるの。まだ見る枝曲げんだ、うん、あの携帯買ったのがね、嬉しくてしょうがないね。イエイあとは野菜ですね、カラマンシーこれね、ガビーって里芋みたいなやつだな。ガビー？うん、違う。うん、暑いからまだみんな店開けてないね。夕方から開けんのかな。17日間もねいないと。前のうちもだいぶできてきてますね。2階建てなんだな、うん、うちはね今日は17泊の間ね着てた服を洗って、もう半分ぐらい乾いて取り入れたんだな。 Tomorrow is another day なんて書いたんだっけな、明日は明日の風が吹くまあ確かによかった、あんまりジャングルになってなくてちゃんと整理してますな。これがねパオが座ってた椅子ね、うん、相変わらず植物は多い。鳥の巣どうなってんのかな。なんか鳥の声が聞こえてるって言ったけど、いないな。今いないんだ。それでもすごい植物が所狭しと並んでます。このね黄色い花の上をね昨日蝶々が何十匹って乱舞してたんだな。うん、マリアの花